ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな街の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日は東京都現代美術館で開催されているマーク・マンダース展について取材リポートをお送りします。取材は感染防止対策に十分配慮した上で行いました。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。東京都現代美術館では現代のアートシーンに独自の位置を占める作家マーク・マンダースの国内美術館では初となる個展を開催しています。今回の個展はマーク・マンダースの作品を十分に堪能できる極めて貴重な機会です。東京都現代美術館は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため臨時休館していましたが、東京都の方針にのっとり6月1日火曜から感染予防対策を講じた完全予約制の上、展示再開、開館しています。また、再開にあたり、展覧会の会期を6月22日火曜まで延長し、会期中は休館日も臨時開館します。いずれの展覧会も事前予約が必要です。当日券の販売はいたしませんので、ご注意ください。開館時間は午前10時から午後6時。会場は東京都現代美術館企画展示室3階。詳細は東京都現代美術館ホームページをご覧ください。それでは取材リポートをお聞きください。本日はですね、東京都現代美術館の学芸員の方にお話聞かせていただきます。鎮西さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。鎮西と申します。まずですね、このラジオを聞いている方にマーク・マンダースがどんな方なのか、はい、どんな人なのかお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、マンダースさんはですね、まあ、彫刻家なんですけれども、1968年に、オランダに生まれているんですね。はい、で今はベルギーで、スタジオを設けてそこで制作をしているんですけれども、まあもうキャリアも結構30年以上にわたるんですが、まあ、一貫したコンセプトで非常にも独創的な彫刻作品を作って、そしてまた、まあ、一風変わったというか非常に特徴のある展示インスタレーションというんですけれども、それらをこう配置して展示をするということをまあしてきまして、いろいろなまあ国際展も含む展覧会に多く参加している、そうですね、現代美術の彫刻分野、彫刻家を代表するまあ作家の一人と言っていいと思います。はい、そんなマーク・マンダースさんの個展ということなんですが、はい、今回現代美術館さんでの展示はマーク・マンダースの不在というタイトルがついてる、ね、そうなんですよね。はい、そうなんですね。不在というのは何でしょうか。はい、なんかこのタイトルは実は作家がですね、1994年のベルギーのアントワープで個展をまあするんですけれども、その時のテキストのタイトルからもずっと使われていたり、あと同じように、ヨーロッパを巡回した大きな個展があったんですけれども、はい、その時もまあこの同じタイトルを使っているんですね。はい、なので、まあ、作家の中で非常に重要な言葉というかコンセプトだということは言えると思うんですけれども、はい、まあ、不在っていうのは、まあ、そこにいないということなんですが、はい、面白いのはあまり誰々の不在って言わないですよね。あ、そうですね。そうなんですよね。はい、不在というにはやっぱりその人がいるっていうことがやっぱすごい前提になっていて、はい、で会場に来ていただくと分かるんですけれども、まるでついさっきまで作家がその場にいたんじゃないかっていうような雰囲気がちょっとまあ漂ってる、はい、そういうようなこともあるんですよね。はい、まあ、すごいいろんな意味が込められてると思うんですけれども、本当にちょっとそういう感覚を作品を通して
体験していただけると思うんですね。なるほど。私も実際ですね、マーク・マンダースの展示、見させていただきました、はい、感想としては、うん、ものすごく静かな空間で、今まで行った美術館の中でも一番静かな空間だなというイメージがありましたね。あとはあの中の展示を見ていくと、個人のアトリエにお邪魔しているような感覚といいますか、こう作品を作ったのをもうそのまま見せてくれるっていう印象が強かったですね。はいはい、いや本当にそうだと思います、はい、今静けさ静かということで言ってくださったんですけれども、はい、やっぱり静かであることとまるで時間が止まってるかのような感覚っていうのは、はいはい、作家がやはりあの、まあ、非常に長きにわたって追求していることでもあるので、はい、やっぱりそれをこう実現するためにあの、まあ、作品が作られており、作品がああやって配置されているっていうことだと思うんですけれども、はい、今回そのスタジオセットというのを、まあ、そういうふうに呼んでいるんですが、はい、作家の、スタジオをちょっとこう模したような、なぞらえたような構造を展示室の中に、大きく展開してまして、はい、でその中で、まあ、本当に作家が今まで作っていたんじゃないか、あるいはまだ作品は作り途中なんじゃないかとか、うんうんうん、はい、そういうふうなこう感覚を呼び起こすものがこう、はい、非常に緻密な構成で展示されているっていうところがあるんですね。はい、はいはいはい、まさにもうその通りのイメージだったんですけれども、作品をあんなに間近で見れるんだと思いましたし、思わずこう触りたくなってしまう、本当はダメなんですけれども、そうですね、ダメなんですけどね、触れてしまいたくなりそうな作品が多いようにも感じました。いや本当そうですね、はい、なんかその、まあ、作家が今しがたまでいたというのは本当に今作りたてのものが、はい、まあ、そこにある、はい、というふうな感じにもちょっとつながっていて、特にそのなんだろう、こう結界というか、はい、作品の周りにこう入らないでくださいっていうのがある、うん、わけでもない、はいはいはい、でだけれどもおっしゃったようにやっぱりちょっと触りたくなるような感じの部分ってあるんですよね、はいはい、主にその使っている素材が、まあ、粘土っていうものをこう、まあ、テーマにも使ってますので、はい、そういう感じもするんですけど、でも逆になんかこう触ってしまったら、はい、壊れちゃうんじゃないかとか、うんうんうん、形が変わっちゃうんじゃないかとかっていう、はい、非常に緊張感のようなものが作品からやっぱり伝わってきますので、逆に皆さんこう非常に丁寧に見る、うん、はい、とか、まあ、目で触るというか、どちらかというとすごいそういう感じがする展示なんじゃないかなと思うんですよね、はい、目で触るって今ものすごくビリッと私来ちゃいましたね。まさにその通りで、私が行った時もですね、他のお客様いっぱいいらっしゃったんですけれども、本当に至近距離で見ている方、そしてまあカメラを構えている方も多くいらっしゃったので、うん、もう間近でこう感覚を研ぎ澄ましながら作品を楽しんでるというふうに見えましたね。ああそうですよね、はい、なんかその一体で固まってるものもそうなんですけれども、ちょっと不思議な組み合わせで作品が作られているようなものもあって、あ、はいはい、それもやはりこう普通に考える組み合わせとはちょっとまあ違うので、はい、こう質感もそうなんですけれども、そういった組み合わせ自体の不思議さとか、うん、まあ、バランスはこれでは取り得ないんだけれども、それがこう成立してその瞬間で止まってるかのような感じとか、はいはいはい、本当にあの、まあ、見れば見るほどやっぱり立体ですので、はい、360度いろんな角度から、ね、うん、見ていただくと本当に表情も違って、はい、充実した目の体験、うん、ということがやっぱりできると思うんですよね。はい、最初にあの地図をいただいて、あ、はい、展示を見たんですが、もう照らし合わせて、これどういうタイトルなんだろう、どういう思いでこのタイトルつけたんだろうっていう、そのマーク・マンダースさんのことを想像しながら見るのもちょっと楽しかったですね。あ、そうですね、はい、今回ね、そうなんですよ、普通展示室だとこう作品があってキャプションがついてたりするんですよね、はいはい、キャプションってその作品のタイトルとか制作年とか素材が書いてあるプレートが、はいはい、で今回それは一つも置いてないんですよね。そうでしたね、はい、で作家自身が今回やっぱり一つの大きな作品として展示自体を考えてますので、うんうん、なるべくそれをこう、まあ、阻害のない形というか、あの十分に味わっていただけるように、はい、まあ、ちょっと細かな文字は会場に置いてないんですね、はいはい、なのでちょっと代わりにその、まあ、地図と作品の、まあ、データですね、はい、それを一緒にしたものをこう皆さんにお配りして、はい、なのでそれを見ながら
何でできてるのかなとか見ていただくこともできるし、はい、まあ、全然見ないで、はい、本当になんかこう素の状態でその中を漂うっていうこともまあできるようにっていうふうにちょっと今回してるんですけれども、はいはい、そうですね、そのタイトルですとか使っている素材を書いてないっていうのもまた個人のアトリエにお邪魔した感覚になる理由の一つなのかなと思ったんですが、その素材を見るのもなかなか面白くて、私としては一回何も見ずに回った後に今度はもう一回このマップを見ながら2回回りたいなと。それは素晴らしいです。それいいと思いますね。面白いと思います、はい、なかなかそういう体験自体もできないですし、はい、今回その会場の真ん中に先ほど申し上げたスタジオのセットが組んであって、はい、でそれがあることによって、いくつか複数のルートが取れるようになってるんですよね、はい、だから1回そのまま進んでもらうこともできるし、はい、ちょっと違うルートでまあ戻ることもできるし、はい、でやっぱり彫刻なのでいろいろな角度からこうアプローチしていくと、はい、見える光景が全然違うんですね、うん、で、まあ、今回作家をちょっと来日することが、ね、この状況なのでできなかったので、はい、まあ、モニター越しで最初にまあプランを作って、はい、でモニター越しで展示をしていったんですけれども、その時もやっぱり作品をどこに置くかというのは全部の角度から見ながら非常にこうなんか慎重に、はい、まあ、精緻な感じでこう計算しておいてあるので、はい、いろいろな角度からやっぱり見るっていうことはすごくいいことだと思います。そうなんですね。すごくいいと思いますね。あ、はい、撮影 OK なところがあったので私もまあ何枚か写真を撮ったんですが、ですね、本当にこうどの角度で撮ろうかなと思ってたら、気づいたら一つの作品につき 5,6 枚パシャパシャと撮ってしまっていましたね。面白いですよね、はい、そして今回作品がもうとても本当に大きなものから、うん、見つけた小さなものまであったんですが、はい、もうあこれちょっと見逃しそうだなっていうものまでありましたよね、うんうん、そうですね、はい、なんかその大きさと小ささとか、はい、そういうふうなバランスも見ていく上で非常に面白い点で、はい、例えばまあ大きなものを見るときにはある種自分が小さくなったようにも思うし、はい、小さなものを見ると自分が大きくなったような感じにもなりますよね、確かに。でやっぱり彫刻っていうのは本当にその直にその場でまあ、作品に対して自分との関係をこう関係が分かるというか、はい、彫刻を見ながら測っていくようなものもありますよね、はいはいはい、なのでもう身体レベルでっていうか、はい、そういうところはすごく、考えられて作られているし、見るときに面白い点だと思います。なるほど、うん、なんか本当にその話を聞いたらもう一回見に行きたくなってしまいました。そう言っていただけるといやでも本当に見るたびに多分発見があると思うんですよね、はい、なんか今回の作品はマーク・マンダスさんの作品なんですけど、うん、結構こう崩れ落ちそうなバランスですとか、うんうん、こう挟まれていたりとか欠けているものが多かったので、はいはい、それも何かこう思うことがあって作られたのかなっていうのを想像するのもまた面白かったです。うんうん、そうですよね、はい、そうなんか一見未完成に見えるようなものっていうのも、はいはい、十分に完璧にも見えたりするし、はい、そこは非常に面白いところですよね、うん、なんか見る人によって思う感想が違いそうですもんね。そうですね、そう思います、はい、実はなんかマンダースはまあ、彫刻家という形で彫刻を作ってるんですけれども、もともとものを考える精神のこととか、うん、思考ですとか感情、はい、そういったものが一体どうやってできてるのかということにすごく関心があった人で、はい、まあ、若い頃はちょっと小説を書こうとしていたようなこともあったんですね。なので本当にその、はい、彫刻なんだけれどもある種感情が揺さぶられるところがあるとか、はいはい、なぜこういうふうに考えられるのかとか、はい、見る人の考えとか気持ち、うん、心の在り方とかそういうものにも非常に訴えかけてくるところがあると本当に思います。マンダースさんが書いた小説ちょっと気になりますよね。そうですね、はい、出来上がったのか分かんないんですけどね、はい、そうなんですね、はい、若い頃にそういうことをしてたみたいです。はい、今回展示で私が結構長めに足を止めてしまった箇所が、うん、イラストを壁に貼られた絵ドローイング、はいはいはい、あれはどういったものなんですか。あれはですね、なんかマンダースさんは非常に多くのドローイングをやっぱりこう、はい、作っていて、はい、で今回それを、大体30メートルぐらいの長さですかね、はい、と現代美術館のブリッジという細長い廊下のような空間があるんですけれども、はいはい、そこにインスタレーションという形で、展示をしたんですね、はい、で、他の彫刻ですとちょっと見られないような非常に直接的な表現とか、はいはい、ちょっと作家の頭の中が覗けるような感じになっていたりとか、はいはい、あれはなんか若い時ですとか子供の時のものってなんかそう思いますよね、はい、そう感じてしまいました。いやなんかね、はい、特段そうでもなくて。あ、そうなんだ。そうなんです、はい、でもやっぱり古いものは本当に
二十何年前のものもあるし、はい、つい最近のものもあるし、まあ、混じってるんですよ。実はなんか作品の方もそうで、あ、そうなんですか。そうなんです。なんか、はい、クロノロジカルというか制作年順にたどるということはこの展覧会においてはないですし、はいはい、あるいはなんか見ていただいても何が最近でどれが昔なのかがちょっとよくわからなくなるんですよね、はいはい、なんかそういうところもある種の緊張感とか、はい、時間が止まっているとか私たちがいる世界から一つ幕が張ってるような、はいはいはい、ちょっとそういう感覚をまあ生み出す元になってると思うんですけど、はい、なので実は制作にはまあ非常に幅広いんだがちょっとはっきりしないっていう面白さはありますね。あ、そうなんですね。作品もそうですけどその私が足を止めてしまったドローイングもそうだったんですね、はい、本当にあの見る人によればちょっとなんかちょっとざわざわしそうな絵もあったりですとか、そうです、そうです、はい、すごくまあ不思議な生理的なイメージとかね、はいはいはい、ちょっと怖いような感じもありますし、はい、ちょっとユーモラスなものもあったりして、はいはい、全部で140点ぐらいあるんですけれども、はい、細いロープみたいなのが貼ってあって、はい、そこに洗濯バサミでついてる形でずっと続くんですけど、はい、なんかある種そのイメージのこういろんな広がりとか連なりみたいな形でも、はい、私たちはこう歩きながらあれを見れますよね。そうですね、はい、でやっぱり彫刻の方はこういろんなルートでたどりながらいろんな角度から見るんだけれども、はい、そうではなくてあの空間の中では本当にこう連続性だけでまっすぐこう見ながら進んでいくっていう、うん、はい、そういう対比もとても見事で、はい、あの面白いところだと思いますね。そうですよね、はい、なんか一点一点で見ても、はい、本当にいろんなこう時空間が結合しているような面白さが作品にはあるんですけど、はい、複数のものをこういくつもいくつも見ながら組み立てて展示されているっていうのは本当この個展ならではのことですので、はいはい、本当に何度も味わっていただけるといいなと思います、ね、こう感覚を研ぎ澄ましに行きたい方とかもう本当におすすめです。そうですね、そうですね、はい、うんうん、そしてあの最後ですね、私、はい、33番はどこにあるんですかとスタッフの方に聞いてしまったんですが、ありがとうございます、はい、そうですか、外だったんですね、はい、そうなんです、はい、そうなんです。このマップを見ていただくと最後に33番というのがあって、はい、この展示室の中にはなくて、はい、エントランスを出たところです、ね、そうでした、はいはい、そこにあの1点展示してます、はいはい、最後そこでもあの記念撮影をさせていただきました。そうですね、あの作品本当時間によって色味がとても綺麗に変わったりするので、はい、そうなんですね、そうなんです、ね、で展示した時はやっぱりまだ3月の末だったので、はい、全然あの、まあ、枯れ木という感じだったんですけれども、はい、これからどんどん周りの緑も濃くなっていくので、はい、また見え方も変わって、まあ、とても綺麗に見えてくると思うんですよね。それその外ならではの魅力ですね。です、です、はい、そうですね。あれはもう私今日帰りに見てきます。本当にぜひお願いします。ありがとうございます、はいはい、それでは一番最後になりますが鎮西さんからですねこのラジオを聞いている方にメッセージをお願いいたします。はい、はい、まあ、ちょっと今このような時期なんですけれども、あの、まあ、もしも可能であればぜひやっぱりあの彫刻作品はその場に来て味わっていただけるというのが一番大きな魅力になります。で今回ほとんど全ての作品をベルギーオランダから、借りてきて展示してますので、はい、本当にまあなかなかない機会だと思うんですね。ぜひ足を運んでいただければ嬉しいです。はい、ありがとうございます。本日お話を聞かせていただきました。本当にあの素敵な方、鎮西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。取材リポートをお聞きいただきました。続いて新型コロナワクチン接種出張予約窓口の開設についてお伝えします。区ではインターネットや電話を使ってのワクチン接種予約が困難な方への支援として出張予約窓口を開設します。出張予約窓口では高齢者に代わってワクチン接種の予約を行います。期間は6月3日木曜から14日月曜、区内7カ所の文化センターおよび区役所の2階で窓口を開設します。時間は各日午前9時30分から午後4時30分、土日休館日は除きます。新型コロナワクチン接種出張予約窓口の開設についてお伝えしました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等癖情報様々な街の話題を伝えしますラジオ高等、そろそろ
お別れの時間です。本日もお聞きいただきありがとうございました。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。